代目火影の時空間忍術炸裂、当時のジャンプ読者の反応集。鬼滅くえ。平井心の使い方も卑劣の方が上だな。やはりパクリ四代目は考案者の卑劣には及ばないな。てっきり、かかしが飛ばすのかと思ってたらさすがの卑劣様二代目と四代目の平井心コンビネーションええな。卑劣様大活躍予想してたやついなかったな。卑劣様かっこよすぎだろ、わら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 。卑劣はまだらだ押しに来たんじゃないのかよ。卑劣様、今回も卑劣すぎたわら。触れる、五条旗爆札、平井心って大概は瞬殺や二代目。ちょっと卑劣様かっこよすぎんよ。二代目の強さが際立つほどそれ以上の初代の強さも際立つからな。マジで最高の気分だ。二代目かっこよすぎ、吹いた選手の絶望的な引き鎧と掴んで返すぞ。ってまさに卑劣。さすがに二代目火影だけあるな。卑劣様はやはり絆を倒したのもまぐれではなかったか。本瞬間移動になってんの？最近は。瞬間移動二人はさすがにチートだな。ナルトとサスケだけなら 0.1 秒で二人とも瞬殺されてるわな。まさかの卑劣様わらかっこいいな。平井心コンビ中ネーミングにもやっとツッコミ入れてくれたしわら。誰かツッコめよと思ってたらまさかの卑劣様がやってくれたかわら。多分だけど卑劣様の中で兄貴と湊が被ってると思うわら。柱間も湊も天然だしなわら。卑劣様乗り寄ってますます好きになった。扉間がつぼるとか湊どんだけ天然なんだよ。今回の卑劣と湊はゴレイヌリスペクトだな。いやまあよくある技だけどゴレイヌリスペクトに違いない。てか帯とあんな攻撃食らうはずないだろ。卑劣も理不尽に強くなりだしたな。卑劣様と4代目がかっこいいと思いました。湘南館でも引き伸ばすのはもう勘弁してください。で、座禅先行長ロンドで血見式って帯とに通用するの？忠義ですらあまり効果なかった気が。なんちゃら見式はいつになったら見られるんですかね。湊はどんだけ螺旋なんとかにこだわりと自信があるんだわら。来週は猿飛びも復活かな。このまま螺旋錦が不発に終わったら神。湊は地雷合いなかったらナルトにすごいドキュンネームつけてただろうなわら。ありえるから困るしょぼーん。渦巻きゼロ、ありえそうだよな。さて、卑劣様も活躍したし、あとは三代目だけだな。三代目だけ蚊帳の外すぎない？今のところ三代目が一番強そう。やはり最強は三代目様じゃ。卑劣様や湊のキャラが面白くて楽しいけど、火影来てからというもの戦場の空気がギャグによってて緊迫感が犠牲になってるな。アットホームすぎてこれでいいんだろうか。平井陣の術が万能すぎてやばい。月の金銀に負けた理由がわからなくなった。平井心使いまくってチャクラ切れたのと部下を逃がすので精一杯だったんじゃね。おそらく卑劣なは何かかって消耗してたんだろう。帯と無双が始まるかと思ったら二代目が強すぎてそれが無理わら。さすが空気を読まない卑劣さだ。帯とは戦場での経験値が圧倒的に少ないだろうからな。扉間が特に理不尽に強くなったとも思わんけどな。むしろ帯とって今何が目的なの？暴君にも見えないけどな。無限つくようにしたいけど邪魔が多いからお掃除。てっきり、かかしが飛ばすのかと思ってたらさすがの卑劣様、二代目と四代目の平井心コンビネーションええな。さすが卑劣かかなんとかはロス。かかしへまさかの空気か。どうせかかしだろ。ここで出てこなかったらいつ出てくるんだあのクズは。カムイやるの忘れてんのかこいつら。カムイ空間にかかしがいるから使わないのかな。というかまた腹パン食らうかわら。そもそも今の若干理性なし状態の帯とがカムイを使えるのかどうか。腹パンか、あれは結構シュールだったな。カカシがいるからカムイ使えないなら多少役には立ってんのか。でもそもそもぶち抜かれて切られた瀕死から人中力になったのに余裕で回復してるし、十尾レベルの美獣玉でも無事だし、オロチマルくらい人材だな。オビトが意識的にカカシを守ってるのか。カカシを異空間に置いてきたのも気になる。二代目と四代目のコンボに、ナルトとサスケのコンボを掛け合わせるとか熱いな。おお、平井心とサスナルの封筒かぶつちの連携技すげー。熱いな。あらゆる術に精通しプロフェッサーの異名を持つ三代目は空気とかしてる。この流れだと三代目はオロチマルとコンビ術かね。イタチの霊剣ってサスケに引き継いでないのかな。あれがあやオビトを一撃で倒せるのに。オロチマルさえ殺せないあんな剣、陸道化した今のオビトには効きそうにない。あのオロチマルは封印された今のオロチマルは記憶は持っているが別物。完全空気な三代目、と桜へ、新三すくみとは何だったのか。桜は空気じゃないと逆にまずいだろ。医療忍者的に三代目はこの前のでテクニカル派だと読者に見せたので十分。マダラの意図がわからん。どうせ次はマダラが無限つくよみを限定解除して、帯ととはマダラを復活させる。ついでに4ほかげも転生忍術で蘇らせて、江戸転生の不死身特攻はもうできないぞって展開だろ。見え見えだ。マダラいいやつじゃん。マダラさんは漫画的にハッピーエンドで終わらせたいのか。ここまで来たら本物の陸道仙人出してほしいわ。帯ともマダラも劣化版だし。なんか片目輪廻で本来の持ち主ではない帯とでは完璧に使いこなせないとかいう展開が来そうだな。完全体マダラがラスボスなんだろうけど、それじゃ少しひねりがないな。両目揃って本来の力を発揮する。帯とのは不揃いだからな。片目移植が今になって裏目に出たな。最強防御を誇った右目も今やただの車輪眼だし。なんでマダラがわざわざ輪廻転生して人中力になりたがってるんだろうか。帯とが人中力になって無限つくよみできるならそれでいいじゃん。やっぱり出し抜かれるのは嫌なんだろうか。それとも帯とが完全な仙人になるのは無理だとか。帯との無限つくよみとマダラの無限つくよみは何か違うのではないか。
それはありだな。江戸先生みたいに術者の精度や思いによって無限つくよみの世界が違うかもしれん。もう一度使用条件とか概要が知りたいけど。おびと退場、まだら陸道の流れだよな。この感じだと先起こされるっていうのは、普通に考えればおびとが無限つくよみを発動することなんだろうけどな。個人的にはおびとよりもまだらが作り出す世界の方がまだマシかと思えるが。ラスボスはおびとでしょ。江戸天まだらさんってチャクラ無限なんだし、時間さえかければ自力で無限つくよみくらい使えそうだけどな。新生カブトはいつ動き始めるのか。カブトは平和になった後に屋台でたこ焼き屋やってると思う。綺麗なオロチマルさんの次の活躍の場を予想してくれ。初代、史上ただ一人の特異体質戦法使いの最高峰。二代目、真術開発の最高峰。三代目、術の分析、対抗手段解析の最高峰プロフェッサー。四代目、瞬身使いの最高峰。刺し木の術とかいう地味に殺傷能力クソ高いグロ技。爪楊枝を釣ってバカにしてたらとんでもない大被害だったな。あの術、柱間も使えるんだろうか。全人ずらして技の種類を変えるとかいう漫画じゃないから使えるだろうな。刺し木は対人用だから使えるな。平井心も二代目考案なん。この人天才か。天才じゃない卑劣様だ。ほかげのレベルってすごいんだなって痛感するね。同時にナルトが体から美獣が解放された時の弱さを考えるとゾッとするわら。元のスペックだとほかげとか無理すぎ。美獣いない方がガーラは強いらしいしよくわからん。すげえ曖昧だけどナルトの凄さはチャクラ量がどうとか九尾のチャクラに頼るそのなんたらかんたらだってどっかで誰かが言ってなかったけ。そしたら九尾そのまんま封印できた渦巻ミトと口名はナルトよりさらに凄かったってことに筋ってこえ。もはや卑劣様の水遁の名手とか泣き設定だな。下手なトンより起爆札のが使い勝手いいもんな。集団でこう相手する状況では水遁使いにくそう。卑劣幽冥術はこの歯にて最強覚えておけ。よい。江戸天プラス平井心プラス水遁プラス起爆札プラス抜刀術プラス多重影分身卑劣様超強くないかえ。卑劣様は江戸天されてから一番株が上がって卑劣なファン層を手に入れたな。卑劣最高にかっこいいな。卑劣が正しかったんや。卑劣様も株上げてきたじゃないか。歴代ほかげ最強の三代目様は今何してるの。ねえ何してるの。三代目ももうすぐしたら復活するんじゃない。大野木との絡みもありそうだし。ヒルゼン大野木とは宿命のライバルじゃった。断蔵江戸天に平井陣、二大地位とかつ汎用性のある術の開発者とか卑劣様こそプロフェッサーじゃん。扉魔をバカにしていた奴らは息していますか。次は水遁かな。プラス扉魔だけの決定限界があれば完璧。まだまだ掘り下げ来るから覚悟してねわら。最初に口寄せされた扉魔はどんだけ弱体化していたって話だよな。本来ならチャクラ無限だから平井陣も大規模な水遁も影分身も無限に使い放題。J のに全て使用不可状態な上に威力も大幅ダウンしてハンデありまくりだった。五瞬回しの術は合体技だから卑劣様の時代に他にも平井陣使いいたのかと一瞬思っちゃったけど、そうか影分身ででもできるんだよね。なんだそれチートじゃん。なんでこんな卑劣な能力持ってんのに金銀から逃げられなかったわけ。全員まとめてテレポートできるだろ。みんなで卑劣様にタッチしてこの葉に飛んで終わりだよなわら。だから戦う必要がない。おとりもいらない思ったが卑劣様本国に招いた雷影もかなりリスキーなことするよな。本国内のどっか見つからない場所にマーキングでもされたら有事の際にそこから爆弾送られる。多分だけど色々と信頼ない卑劣様のことだから相手方も超警戒してて何らかの道具で双方チャクラを練ることを禁じた上で会議の席についてたんじゃない。そこを奇襲されたと。卑劣ってある意味一番忍者らしい忍者だな。卑劣様のもっと卑劣なバトルが見たい。他のキャラが相手やってる中普通に忍者してる卑劣様。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。